口電熱です。どうも、Dチャンネルのデザです。どうも、Dチャンネル、清盛です。はい、というわけでですね、はい、我々秋葉原に来ております。いやー、お宅の設置、いややってきました。まあ、ここら辺そんなお得っぽくさないですけどね。まあそうです、一歩向こう行けば運転機械とかね、そういったあるんですけども、でも今回はそういったとこ行きません。っていうか、今回清盛さんが持ってきた企画ですよね。そうなんですよ。はい、ちょっと言ってもらっていいですか。ということで、YouTuber1 万人で寿司が1000円で食えることあるということで。そうなんですよね。1万人いると、なんと金の出汁さんというところですね。まあ、ここら辺にリンク貼ってくる。リンク貼ってチャンネル登録者1万人以上登録されてると。はいはい、と、なんと、その3980円のコースが、なんと1000円ポッキリ食える。そう、お寿司とかね、そういった1000円で食い放題なんですよ。まあ、期間限定で、はい、ただでさえ4000円で食い放題でも安いと思うんですよ。それを1000円で食べれちゃうということで。ただ兄さん、すいません、あの飲み放題は別プランになります。もうね、すぐそこにありまして、予約を取ってあるんで、じゃあ行きましょう。レディーちゃん、なんか倒れてね。飲みすぎた感じっすか。ちょっと調子に乗りすぎた。ちっちゃな声で。ちょっとね、逆光で暗い顔の彫り暗くなってる感じっす。顔の彫りが深くなってる感じっす。でこちらの注意事項なんですけども、店内のお客様のご迷惑になるような不正はお断りしております。誹謗中傷等の注意点ですね。はい、って感じです。これまでどれぐらい YouTuber の方はサービスで受けられてるんですか。1日だいたい5組ぐらいは最初。10組ぐらい、5組とか死ぬほど被るやん。乾杯。お疲れ様です。あー、美味しい。自分と兄さん仕事帰りですからね。お疲れ様です。来てる、うまそう。サイドメニューがね、ひとまず来ました。じゃあその中ね、じゃあ食べながら、まあつまみながらお寿司を注文していきましょう。はい、どうも、皆さんお待たせしました。フランスソーセージでございます。今日は早い。結局早いっす。早いっすね。厨房優秀、キッチンが優秀。自分はサーモンが好きで、清盛さんカニ味噌が好きなんですか。カニ味噌とか内臓系大好きなんですか。内臓系より適当。兄さん好きな寿司ネタってなんですか。マグロ赤身。マグロ赤身。でもサーモン好きですけど、回転寿司とか行ったら必ず最初はマグロ赤身って。赤身ですね。一番原価率が高いのは大トロなんだ。大トロでしょう。金額があんな高いかもしれない。大トロなんで高いかって、もともと部位も少ない上に、いいところだと熟成させるんで。熟成させるんだ。しばらく置かなきゃいけないんで、もう周りがちょっと腐ったところをトリミングして、中のトロトロにいい具合のやつを提供するんで、だから高いんですよ。取れたての大トロとかは結構硬いらしいですよ。そうなんですね。これ YouTuber 友達100人連れてきても1人1000なんですかね。4人までです。そうです。あ、4人まで。1つ100人。そりゃそうでしょうね。うわ、はい、顔作れるのがいいですね。いやー、来ましたよ。見てください、この手軽。いやー、七色に光る。七色か、これ。これなんですか。が、確かエキレだった。エキレ？エキレじゃない。カンパシだったか、そこら辺だったか。あー、白身。エキレって酒の中入れるやつじゃねえの。カカスベースね。いただきやす。私ね、大好物がね、ホタテなので、ホタテを好きに通してね。失礼いたします。こちらたこ焼きでございます。タイミング最強。あ、見てください、お酢も多分赤酢なんでしょうかね。シャリがちょっと赤みを帯びてるっていう。ちょっと違います、ね、江戸前チックな感じの。あ、もう終わっていい。やっぱ寿司だよ。もうボヘームかもしれないけど、自分はもうと焼肉より寿司っすわ。サブチャンネルはサブチャンネル。お寿司をお持ちいたしました。はい。おお。これ絵になるね。茶碗蒸しねえの。はい、それで言うと兄さん、プリンとか寿司好きそうですね。僕だってあれだもん。スーパーで売ってる茶碗蒸しあるじゃないですか。あれを一気に10個ぐらいまとめ買いして、いつもこう増やして。茶碗蒸しねえの。マジで。秘宝。茶碗蒸しなし。茶碗蒸しがない。
まあ、提供まで時間かかるからじゃないですか。あちゃんと蒸し器で作れちゃったらやっぱ蒸す料理って結構時間かかりますからね。次の注文お伺いいたします。はい、ウーロン茶を3つください。ウーロン茶を3つ。はい、3つ、かしこまりました。とりあえず以上で。はい、かしこまりました。失礼します。始まったらかもしれんだ。さあ、京梅さん待望のね、カリウソ、カリウソ、いただきます。カリウソ、お疲れ様です。お疲れ様です。このままちょうど寿司美味しいよ、ここマジで。来て、正解、来て正解。さあ、アメコさん夜勤ですからね。マッシしたんでちょっとしかないね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。一気に腎臓やられてますよ。一気。まあ映っちゃうんですけど、阿部子さんお痩せやつに行ってるからこうやって食ってるんですよ。当たらないように。寿司屋で言うと阿部子さんは何が好きなんですか。僕は赤身ですね。赤身。あ、じゃあそこお兄さんと一緒なんですね。赤身も行きます。わかる。マジでマジで。わかる。美味しいよね。一番うまいです。これやばいでしょ。結構な高校なんですか。ウニと牛しぐれ巻き。あ、ウニかこれ上。自分で巻くんだ。完成品起こせよみたいな感じですか。直前で巻くから海苔のパリパリ感が来るんじゃない。寿司食べるじゃん。マッシュした後だからさ、自分の歯の血の味か魚の血の味かちょっと分かんないんだよね。悲しい。ウニうまいんだよな。自分と兄さんがウニ食えないですよ。うまいですか。何が美味しいのかよくわかんない。俺も最初ね、美味しさわかんなかったんだけど、ただ生臭いだけやん。俺が食べる人に言うそれ。俺が食べる人に言う。なんかまずいウニはマジでまずいみたいな。まあわかります。多分ね、俺それ当たって食えなくなっちゃう。あー、多分それかもね。多分それ当たって食えなくなっちゃう。すだちおろしうどん、冷たいやつあったかい。冷たいですね。あ、じゃあすだちおろしうどん。はい、2ついいでしょうか。はい、はい、あ、じゃあ3つで。3つで、はい。以上で、よろしくお願いします。丸亀製麺くん。すいません、あのグレープフルーツジュース。はい、グレープフルーツジュース。グレープフルーツジュース、はい、かしこまりました。いい声で、いい声で。グレープフルーツジュース。なんで店員さんが過ぎた後に。いや、恥ずかしい。恥ずかしい。そのマスクかぶって恥ずかしいわね。これ YouTuber の企画でうちら来てるんですけど、だいたいなんか1日5組ぐらい来てるみたいですよ。えぇ、ー、うん、結構来てる。だからそういうことを動画で見たけど、フィッシャーズさんとか。あー、なんか見たやつで。どうせあいつらあれですからね、サムネ撮ってね、みんな捨ててますからね。動画撮った瞬間みんな捨ててますからね。我々ちゃんと食べてますから。やめてください、やめてください。怖い。店員さん言ってましたよ。あいつはみんな捨てて帰ってるんで。よし、分かった、あえて使おう。この間食べ過ぎて言い突っ張っちゃって病院行きますからね。何ですか。そうするとどうなんですか。こう水か水圧かなんかで出してくる。いや、結局よくわかんないですねって。薬も出されずに出されるみたいな感じの。脇腹だったら場所的には、これ玉川さんですよ。そうです。なんかもうみんな別々、バラバラな会話してるわ、みんな。意思が合わない。分け腹の突っ張りにはね、足の方ですね。これね、エビ美味しそうなんだよね、食べてきます。一人はもんです、一人はもんです、一人はエビをパッパッと食べる。でもこれでちょっと分け腹をこうやって動かして。お、変化がないぞ。いや、今は突っ張ってないですよ。はいっす、スタチュール。これ一口でいけるかな。これ一口でいけるかな。これは一口で。これは一口で。言い出したの。超いった。いやー、正直サイドメニュー食いすぎた。サイドメニューが多かったですね。初めて久しぶり。いやー、食べましたね、皆さん。初日、みんながどれが来たか途中から分からなくなっちゃったんで、多分日本だった。今日系だもん。今話してる系だもん。普通のお客さんでも4000円で食べ放題ですから、非常にお得ですよ、皆さん。もうみんなバラバラ、みんなバラバラ。再現者なんで。
世界がね、分かれた。はい、いつか金の出し行ってみてください。ありがとうございました。起きたら約束の時間はもう過ぎている。それでもまだ恋しく飛んぬくもりここに。信頼と裏切りがせめき合う。もう一度だけ夢の世界へ。